はい、皆さんこんにちは。ということでね、今日はガチャリドラカードを引いていきたいと思います。部屋がさ、また部屋変わってるやんってなると思うけど、まだお部屋のレイアウト、最近引っ越したんだけど、お部屋のレイアウトいろいろ変更中なんで、はい、一旦片付けかけたんだけど、またちょっと移動しましたんで、このようなこととなっております。はい、ということで、ちょっと部屋汚いけどよろしくお願いします。はい、ということでね、あとは一応これ今ガチャリドラカードやるんだけど、これはなんで俺一人で今ガチャリドラカードやるかっていうと、一応ファミ通アップ的には多分火曜日かな、4月25日の火曜日に一応メンバー限定放送あるんだけど、そのメンバー限定放送の前に、生放送あるんですけど、そこで、一応あの残りの2人、小川さんはどうするのかな、あの高桜井宮坊は、そこで引く予定となっておりますので、俺はちょっとその日その放送出れないんで、今やるということになっております。はい、ちなみに一応その放送でも、この今俺がやってるね、今からやるその、どういう結果になるかっていうデータは渡す予定なんで、そっちでもね、一応ね、見えるようにはなるんだけども、はい、これが一応この、リアクションは多分ね、ないんで、はい、一応今は俺のリアルなリアクションがここでは見れますよということです。はい、じゃあやっていきましょう。はい、ちなみにこれは俺のゼックスの編成です。はい、いきます。おにゃんこぽんは持ってるんだけど、風神雷神持ってないですね。まあなんでここで風神雷神引けたら結構熱いなーっては思ってるけど、どうなんすかねっていうことですね。はい、でいきますか。まあ言っても発言あれば万々歳かなと、はい、思います。ちなみに今確定マシマシしてるけど、それは、はい、引かないですね。はい、という感じです。じゃあいきますか。はい、じゃあやっぱり限定枠はちょっと抜いておきたいんで、これめちゃこういう風に最初やってみようか。おにゃんこぽんなのか、風神雷神なのかっていうところは、ちょっと狙っていきましょうか。はい。じゃ、まずは。でも、ボタンって持ってなかったような気がする、すでに。はい。どうしようかな。わちゃっと引きたいんだよな。だから、わちゃっと、最近ぐちゃぐちゃに引きたいんで、でも規則正しくなっちゃうんだよな。このぐらいで、持ってるか、アラミスは持ってるか、さすがに持ってるような気がする。持ってないかな、わかんないな。はい、あと6枚。四隅も行くか。なんとなく気持ち的に。はい。古いな。すげえ古いの来たな。最後ぐちゃっとするためには逆にこの辺とか行くか。じゃあ行きましょう。ラスト2枚。もう随分やってないんだけど、ポージング、モンストポージングっていうのがありまして、かつて古のモンストグランプリとかの時にやるやつだったんだけど、その他の企画でもあったけど、散々デネブやったの。でも俺デネブ持ってないのよ。
デーブも発言だと思う、これ。はい。手紙でいきましょうか。もうないよね。あ、ほら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 。やっぱアラミスも持ってねえし。ボタン、アラミス、デネブというね、3体が、まあ、未生児ということで、まあ、要するに発芸ということですけども、うわぁ、ん？デネブって、でもどうなの？まあ、最近使ってるの見たことないけどね。うん。まあでもこの中で一番新しいって言ったらボタンなんだろうな。意外と使うやんっていうね。まあ鉱物キラーと聖騎士キラーが結構って感じなのかな、これは。アラミスじゃん、アラミスか。まあ一人で回避してるもんな。なんとかね、なるほどね、なるほどね。これでもなんかあれだね、なんか未開の発令ガチャとか引いたら出てくる感じがするね、この辺が。なるほどね、なんか結構近々見そうな感じがするわ。ちょっとどうしようこれ、むずっ。なるほど、これでもね、ボタン使うところは俺も結構終わってんだよな、なんとなく。まあ、カンデラ終わってないけど、ヒヒーロカネとかも終わってるしな。なるほど、まあちょっと可愛いし使いたいけどな。でもまあデネブとか逆に怪しいな、なんか重心か、カイとかな。あれ、この辺ってどうなんだ。まあ一応全員重心化してんのか。まあだから次重心化下位か。まあなあ、まあデネブで言ったらまあだいぶ古い目だから、まあ可能性はなきにしもあらずみたいなところなのか。うん、うわ、むずっ。絶妙なラインに来たな、これ。三重視意外と持ってないよね。これポルトスも持ってないから。まあ、潰しとくか。どっちかな。まあ、ボタンとかはまだなんか、発言、未開発言確定とかで引いても、まあ、ボタンボタン、はいはいはい、みたいな感じになれるから。アラミスとか言っとくか。なんかアラミスってなりそうじゃん。アラミスデネブあたりは。デネブはーはーみたいな。早め潰しとこう。じゃあアラミス、一応重心化回避してるんで、アラミス行きたいと思います。今回はね。はい。ありがとうございます、アラミスいただきました。はい、ということで、はあ、いや俺古いやつも意外と持ってないわ。やばいねこれ。いや怖くなった。逆にやっぱ未開の発令ガチャとかでこの辺出てくるんだっていう、まあ、戦慄が走りましたけども、はい、ということで、まあでも発令できてよかったね。まあ限定は出なかったけども、まあ発令はゲットできたんで、まあだいぶやっぱりこのガチャリードのカードシステムになってから、まあはい、まあ基本的にまあ大体ほぼほぼ、はい、ハズレ1体ぐらいはまあね、でもまあそんなにキャラ持ちよくないと思うんでね、比較的ね、周りの誰に比べたらねって話なんだけど、はい、まあうん、まあ良かったですね、ありがとうございます。はい、ということで今回は以上になります。皆さんもね、なんかもう期間ないけどね、はい、引き忘れないように、めくり忘れないようにしていただければと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。